さあ第2クォーター開始です。福岡教育大学サーダウン14の状況で試合再開となります。厳しい状況ですが突破なるでしょうか。右にレシーバーを3人固めました。パス成功。クォーターバック右に下がりまして、ワイドレシーバー20番にパスを投じ、20番には投じましたが、しかしこれは九州大学すぐにタックルしまして阻止しております。福岡教育大学フォースダウンに変わります。福岡教育大学フォースダウン8。さあプレーを行う体型を取っています。しかし先ほどこの状況からパントを蹴っております。さあこれを見計らってリターン入ります。しかしこれは福岡教育大学のカバーもよく、ハーフウェイ付近でボールデッド、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりまして九州大学の攻撃になります。九州大学自陣47ヤードからファーストダウン10。まずランプレーから入ります。ランプレーク31番ハンドオフを託され、右オープンに展開し約6ヤードのゲインとしました。ランニングバック31番は長友、延岡高校出身の2回生です。九州大学セカンドダウン4、ボールオンは相手陣47ヤード。不成功です。パス不成功の判定です。ここで右にいましたワイドレシーバー11番にパスを投じましたが、11番プレッシャーからかキャッチミスしました。パス不成功でサードダウンに変わります。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生したためレフェリータイムアウトが取られています。試合再開です。九州大学相手陣47ヤードからサーダウン4。ナイスファースター。ここで九州大学はオプションプレーを選択しました。ランニングバック27番にピッチしまして、27番見事に攻撃権更新です。九州大学ファースター、その前にモーションを加えまして相手の揺さぶりを入れてからのオプション、見事に決まりました。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが入っております。
試合再開になります。九州大学相手陣34ヤードからファーストダウン10。一発で攻撃権行使としました。ナイスラン、ファーストダウン。ここは4番の森下、素晴らしいランを決めました。豊中高校出身の4回生です。九州大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣20ヤード。中央を突っ切りまして31番、セカンドへ放投で約8ヤードのゲインに変えています。続きまして、31番は長友、延岡高校出身のプレイヤーです。九州大学セカンドダウン2。九州大学6点追加となりました。見事タッチダウンを決めました。パスを投じたのはクォーターバック18番の高木、文字学院出身の3回生。取りましたワイドレシーバー11番は小田原、岩田南高校出身の2回生です。これをキッカー8番見事に決めまして1点追加。九州大学14点、福岡教育大学0点です。ジョー様、メッセージありがとうございます。連日、昨日は X2 の実況のみでしたので、そちらの方は喋るだけでよかったんですが、本日はいつも通り撮りながらの実況をさせていただいております。さあ、着実に得点重ねまして現在試合の主導権を握っております九州大学。その九州大学のキックオフで試合再開となります。さあ、福岡教育大学はここでリターンで大きな状況を作ることができるでしょうか。さあ、リターンに入ります。終点突破を図りましたが、自陣25ヤード付近からの攻撃となります。さあ、このシリーズを得点に結びつけることができるでしょうか。福岡教育大学自陣27ヤードからファーストダウン10。クォーターバック2番下がりまして、ここでワイドレシーバーへのパスを投じましたが、これはタイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。
福岡教育大学セカンダウンテン。パス不成功。これクォーターバック2番プレッシャー感じながら前にステップアップしてパスを投じましたが、このパスカットされましてパス不成功。サードダウンに変わります。さあボールオン自陣27ヤードから福岡教育大学サードダウン10。10ヤード突破なるでしょうか。パス不成功。クォーターバックには右に展開した10番へのパスでしたが、わずかにオーバースロー。パス不成功でフォースダウンに変わります。さあプレーを行うフォーメーションですが、今度はどうするでしょうか。ここもパントとします。これはナイスパン。クイックパントフォーメーションながら素晴らしいパントを蹴りまして、九州大学陣20ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権変わりまして九州大学自陣19ヤードからの攻撃になります。九州大学ファーストダウンテン。パス成功。クォーターバック18番左にいましたワイドレシーバー13番にパスを通し攻撃権更新です。九州大学ファスター。ワイドレシーバー3番キャッチした地点からさらに進みまして攻撃権更新としています。素晴らしいキャッチを決めましたのは3番の山形でした。奈良高校出身の2回生。九州大学ファースタウンテン。から自らキープしました。相手の裏を突くように中央を切り上がりまして一気に攻撃権更新です。九州大学ファスター。素晴らしいランを決めましたのはクォーターバック18番の高木、文字学園出身の3回生。九州大学自陣46ヤードからファースタウンテン。キャリア4番ハンドオフを受けて左を2クロ突き約4ヤードのゲイン。ここでホイッスル、負傷者が発生しておりますのでレフリータイムアウトが取られます。試合再開します。九州大学セカンダウン6。
これは福岡教育大学ナイスディフェンス。南平により左オープンつこうというところでしたが、これは福岡教育大学50番対応しまして、ゲインなく終わらせています。50番は西田、春日岡高校出身の4回生です。九州大学サーダウン6、九州大学ファーサー、素晴らしいランを決めたのは31番の長友、延岡高校出身の2回生です。九州大学相手陣35ヤードに入りましてのファーサー運転、反則が発生しています。失礼しました、反則が発生しておりました。オフェンスにホールディングの反則がありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。10ヤード抜体となりまして、先ほどのプレー無効となり、ファーストダウンやり直しとなります。九州大学相手陣45ヤードからファーストダウン20、パス成功。クォーターバック18番、左にいましたワイドレシーバー、3番にパスを通しまして、17番でしょうか、パスを通しまして約7ヤードのゲインとしています。九州大学セカンドダウン14、パス成功。クォーターバック18番、今度は3番にパスを通しまして、これも成功としています。約5ヤードから6ヤードのゲインとなっています。九州大学サーダウン8、失礼しました、サーダウン9に訂正します。九州大学ファースター、クォーターバック18番、右ロールアウトからそのまま急ブレーキ、決め打ちに近い形で右オープンから縦に切り上がりました。攻撃権更新です。九州大学ファスター、素晴らしいラン決めたのはクォーターバック18番の高木、文字学園出身の3回生です。さあ九州大学相手陣23ヤードの位置からのファーストダウン10、このパスは不成功。クォーターバック18番、左に流れながら左右に
中央付近へカムバックする形でパスを投じました。レシーバーには届いておりましたが、レシーバーは今日疲れパスを取ることができずパス成功になっています。しかし素晴らしいパフォーマンスを見せております18番の高木です。文字学園出身の3回生です。九州大学セカンドダウン10、パス不成功。ここでエンドゾーンへ一気にタッチダウンパスを投じました。ターゲットは84番、しかしこれはディフェンスカバーよくパス不成功となっています。見事なパスカバーを見せたのは福岡教育大学29番の寺田でした。筑前高校出身の1回生です。なこちゃん、メッセージありがとうございます。頑張れパルカス。九州大学現在攻め入っております。九州大学サードンテン、これはナイスディフェンス。パス不成功ですが、しかしイエローフラッグ、反則が発生しました。さあこの反則は果たしてどちらのチームにあったでしょうか。オフェンスにあったというシグナルが出ております。先ほどのプレー反則はありませんでした。イエローフラッグ取り消しとなりまして、正当なプレーとしてパス不成功でフォースダウンに変わります。さあフォースダウン10の状況ですが、九州大学どのような選択をするでしょうか。フォーメーションを変えました。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス40ヤード、キッカーは8番山本が務めます。春日高校出身2回生、キック成功、3点獲得。この40ヤードフィールドゴールを見事にキッカー8番の山本決めまして、3点追加となりました。九州大学17点、福岡教育大学0点となっています。先ほどの攻撃シリーズ見事フィールドゴールで加点する形に成功しました。九州大学のキックオフで試合再開となります。さあ福岡教育大学リターンできるか。カバー集まっている状況のため大きなリターンにはならず、福岡教育大学陣25ヤード付近からの攻撃となります。教育大学自陣24ヤードからファーストダウン10。さあレシーバーを3人縦に並べています。ナイスパスカット、パス不成功です。ここで左側にランニングバックを走らせ、そこにパスを投じましたが、これを見計らって九州大学47番このボールをパスカット、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。素晴らしい判断でパスを叩き落としました。47番の西田、市立西宮高校出身の4回生です。
福岡教育大学セカンダウンテン。ここでトラブルが発生しました。クォーターバックパスを投じようと下がりましたがボールを落としていました。しかしそのボールは抑えたか。それを抑えたのは九州大学でした。従いまして攻守交代です。ターンオーバー。失礼いたしました。先ほどのボールは九州、福岡教育大学が抑えておりましたので攻撃続行です。サードになります。しかし大きく後退しております。試合再開です。福岡教育大学サーダウン17の状況です。パス不成功。クォーターバック2番プレーアクションからパスを投じようとしましたが九州大学のプレッシャー強くパス不成功となっています。福岡教育大学フォースダウンに変わります。ここは教育大学フォースダウン17プレーをするフォーメーションを取っています。タンクロック。この状況からクイックパントを展開しようとしましたがこれを見計らってこのパントをブロック。結果的には陣地挽回にならず九州大学相手陣9ヤードからの攻撃に変わります。非常に大きなプレーが出まして九州大学一気に相手陣ゴール前の9ヤードからの攻撃になります。結果攻撃権の更新はありませんので4回でエンドゾーンタッチダウンを狙います。九州大学ファーストアンドゴール残り9ヤード。まず中央へのランプレーを投入しました。ランニングバック10番ハンドオフ託されまして中央突破を図りましたがこれは福岡教育大学阻止しましてセカンドダウンに変わります。九州大学セカンドダウン2ゴール残り9ヤード。九州大学6点追加となりました。見事なタッチアンパスを投じたのクォーターバック18番の高木。文字学園出身の3回生取りました。17番は野原海洋中学、中等教育校出身の4回生です。ここで九州大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。
九州大学、先ほどタッチダウンを決めた直後のトライフォーポイントですが、ここで1回目のタイムアウトを取りました。九州大学2ポイントコンバージョン2点を狙いに行きます。2ポイント成功、2点獲得です。ここでこの距離をランニングバックに託しました。中央突破しまして2点獲得としています。これによりまして九州大学24点、福岡教育大学0点となりました。スコアの調整誤っておりましたが、先ほどの前の得点は九州大学22点でした。九州大学のキックオフで試合再開となります。さあ福岡教育大学リターンに入ります。左方向をつきまして、ブロッカーを従えてなんとか自陣30ヤードを超えたところを確保しています。福岡教育大学自陣32ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック2番、左に展開したワイドレシーバー1番にパスを投じようとしましたが、このパスはコントロール定まらず、パス不成功となっています。福岡教育大学セカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック2番、スナップを取り損ねまして、あわやファンブルかというところでしたが、これはなんとかリカバリーし、パスを投じました。しかし、コントロール定まらず、パス不成功に終わっています。結果、攻撃はサードダウンに変わります。福岡教育大学サードダウン10。ファーストゴー、ナイスゲイ。ファーストクォーターバック2番、ワイドレシーバー7番にパスを通し、7番キャッチアンドランで大きく前進し、攻撃権更新です。福岡教育大学ファースターチェーンがセットされますと時計は回ります。見事なパスを投じたクォーターバック2番は竹内、松山北高校出身の3回生、取りました7番は江中。福岡
福岡大学附属大濠高校出身の2回生です。さあ試合時間の前半残り9秒で福岡教育大学ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック3番はロングパスを投じましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。ラフィングザパサー、パスを投げ終わった選手へのヒットがありました。この行為は危険な行為のため重大な反則として扱われます。15ヤードのペナルティ、そしてオートマチックファーストダウンとなりますので、結果的にオフェンス15ヤード前進して1回目の攻撃に変わります。福岡教育大学、相手陣25ヤードからファーストダウン10。前半残り3秒、ここで体形を変えました。フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングス43ヤード決まるでしょうか。ファンフィードゴール、ゴール、結果フィードゴール失敗で終わりました。終了です。前半終わりまして、九州大学パルーカス24点、福岡教育大学ライオンズ0点で前半戦終了です。